暇な空白チャンネルの動画、コラボを支える会、北原みのりさんを提訴しました。で、次の訴訟相手を報じておられました。徐々にサムネの糊が剥がされて明らかになる演出があり、下記ツイートが原因ということが分かりました。この手の陰謀論がくだらないの、宮台ごときを襲撃できるなら、住所割れてる暇空を直にぶ丸した方が早いという推論ができてないところにある、とのことでした。これに対して、とりあえず刑事事件フォルダに入れたんで、次警察行くとき、これも被害届出してきますね、と暇空さんが応じておられます。広く表現の自由を守るオタク連合さんの、ぶ丸した方が早いというツイートを、コラボと二刀夢乃さんを支える会というアカウントがリツイートしたというのが原因とのことでした。暇空氏の住所を知っている可能性があるだけに怖いだろうなと思います。コラボと二刀夢乃さんを支える会に所属する方は、例えばこちらで見られます。コラボと二刀夢乃さんを支える会を立ち上げます。上から小説家の桐野さん、ジャーナリストの安藤さん、作家の北原みのりさん、強姦救援センター沖縄代表の高里さん、公益社団法人日本女医会会長前田さん、ジャーナリスト浜田さん、法学者谷口さんと続いていきます。この中でも北原さんはツイッターフォロワーも多く、この訴訟の影響はありそうです。訴訟といえば、津田大介さんの虎八関連裁判など、今まで保守界隈が対象になることが多かった印象でした。表現の自由は必要だけど、ぶ丸した方が早いは枠を超えていると思います。ツイッターに限らず、行き過ぎた表現の自由は注意しないといけないんじゃないでしょうか。ケンコウくんの動画をぶっ壊す自由が僕にはあるよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。